11月12日月曜日、残り3ヶ月ラストスパート応援ライブ配信を行います。入試直前パックの案内もするので皆さんお見逃しなく。これ見てる高校2年生もね、始めるんやで、そろそろっていう気持ちでやってくれたらいいかなと思います。間違いないですね。はい、入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます、受験トーク。それでは始めていきましょう。学び相撲佐藤です。井上です。こんにちは。こんにちは。はい、本日の質問です。高校2年生です。受験勉強を始めようと思っているんですが、周りがまだ勉強を始めておらずモードに入れません。周りに流されない考え方を教えてくださいっていうふうな質問になってます。はい、ゆうまいつから始めたの？僕は勉強始め、受験勉強っていうか、定期テスト対策から始めたんですけど、うん、それは、高校1年の冬からですかね。高 1? 高1の冬ぐらいから始めました。留年しそうやったんですよ。あ、なるほどな。ちょっとやばくて、はい、でそれからあの高校の近くの塾があったん で、うん、でたまたま僕の兄もその同じ塾通ってたんで、うん、で行ってみようかっていうわけで行ってみたって感じですね。そっからっす。なんか、まあ、受験生1日10何時間とか勉強するやんか。はいはい。そのぐらいになったのも高 1?、はい、いや高1じゃないですね。そのぐらいになったのはいつぐらいは、3年生の1学期ですね。だから4月あたり。3年生の1学期1学期ぐらいで土日そうですね。だから1、土日とかは、10時間ぐらい勉強してましたね。はい。だ平日とかは普通に、まあ、勉強も行ってましたけど、塾も行ってましたけど、うん、まあ、塾行ってる時は勉強してて、でそれ以外の学校生活とか遊びの時間はもう勉強全くせずに一緒遊んでましたね。はい。どうやってスイッチは入れたんですか？僕がスイッチ入ったのは2年生の冬の段階なんですけど、そうですね、まあ、周りが勉強始めたとかじゃ全くなくて、単純に僕ができるようになったって感じたからですね。うわ、勉強めちゃくちゃおもろいやんって思い始めてからスイッチ入りましたね。何がすか何がすか。まあ大体2年生の冬ぐらいですかね、まあ、それまで僕英語めちゃくちゃ苦手で、まあ、中学校の時得意やったんですけど、うん、高校入ってからも全然やってなくて、で英語めちゃくちゃ苦手で、その塾入ってからめっちゃできるようになったんですよ、うん、ただまあ、実際に入試問題とか解いたわけではなかった。で、それ解き出したのが、2年生の冬の時に、うん、先生にそのマーク模試みたいな、うん、英語のセンター模試があるじゃないですか、そのマーク模試が、うん、でその過去問があったんで、それを解いてみろと、200点満点のやつを解かされたんですね。でそこで、まあ、たまたまなんですけど160点あったんですよ、うん、でめちゃくちゃええやんけってめっちゃ褒められてからめっちゃ嬉しくなって勉強おもろくなったって感じです。あ、いい先生出会ったね。何言うてんですか。まあそんな感じですね、うんうん、だから、今の話から僕が伝えたいのは、まあ勉強を始めようと思って、まあ、始めれたとしても多分続くのって1週間かそこらなんですよ、うん、その考え方を変えたとしてもね、うん、はい、なのでほんまに勉強を続けていかなければいけない、継続していこうと思ってるんやったら、うん、まず自分がそもそも勉強してるのが楽しいって思えるかどうかだと思います、うんうん、例えばその英語がめちゃくちゃ苦手で、全然思わないって感じてるのは多分知識が全然足りひんから、うん、まだまだその受験レベルの知識が足りないんで問題解かれへんから思わない、勉強やっても全然問題解かれへんやんけって私になってるからだと思います。はい、なので、まずはその知識事項だったら面白くないですよ、知識事項だったりとかそういったことをしっかりと積み重ねていったら問題解けるようになりますんで、うん、そっからが勝負だと思いますね、うん、はい、なのでそこまでどんだけ粘れるかってところかなと思いますね、うんうん。平川さんはちなみにいつから勉強スタートしたんでしょうか。ギア入れたのは高2の冬かなっていうので、はいはい、この質問くれた子と同じく、はい、学校がまだそんなになんか勉強しようぜって雰囲気じゃなかった、まあ甘い考えくりやっぱ塾予備校本当に行ったら、なんかその行ってたとこがなんかよくわからんけどみんなの共通認識として、もう高2の12月が受験勉強スタートやぞみたいな、はい、雰囲気あって、はい、もうそこに乗っかったっていう感じですね。あ、なるほど。だからベタやけどちょっとまあ塾とかそういうとこ行って雰囲気飲まれて、あよし頑張ろうってなるのもありやし、うん、まあやっぱお金かかっちゃうことやから、はい、まあとはいえ今 SNS でもそうだし、こういう受験トークとかでも全国のその一瞬頑張っていこうっていう仲間を見つけれるかなと思うから、なんかきっかけを見つけて一人じゃないんだっていうのを思ってくれたらモチベーション保てるかなと思います、うん、あとはまあ優劣つけるもんじゃないけど、はい、僕が一番勉強したなと思ったのは高2の12月やって、それこそ、はいはい、それはその時点でもう高3夏まで部活が大変になるっていうのを分かってたから、うん、はい、誰よりも早くフライングスタートしないとやばいなと思ってて、うん、もうとりあえず高2である程度肩つきようぐらいの気持ちでガーッとやったっていうのがあるんで、まあ部活やってる人も特に長いスパンを見てもう今やらんとあかんでっていう意識を持って、これ見てる高校2年生もね、
始めるんやで、そろそろっていう気持ちでやってくれたらいいかなと思います。間違いないですね。はい、それではこの動画はここまでにしたいと思います。動画がいいなと思ったらいいね、押すのはコメント欄からお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。動画見てくれてありがとう。無料で受験相談ができる無料体験コンサルを365日受け付けております。資料請求をしてくれた方にはこちらビズマーの生態を明らかにしたマナビズムライフスタイルブックを進呈しています。 LINE アットでは登録者限定の情報も流れてきますので必ず登録しておくようにお願いします。